今この船魚探が3社揃ってるということになります。性能比較っていうのをね、せっかくならやってみようかなと思います。対してこちらのフルノですね、これはですねホンデックスの 200kHz だとほとんどもう映ってないですね。だからこういうのが狙うべき魚ですね。ちなみにですね、振動子の取り付け方なんですけれども、こちらのホンデックスとこちらのフルノのパルスはですね、このあたりですね、ごめんなさいね、パンとかいっぱい散らかってる、はい、そのあたりに、インナーハルで取り付けてます。インナーハルプラス、水を張って、まあ擬似的なスルハル状態で使ってます。で、この子はトランサムに 3-in-1 振動子をベタ付け、なのでむき出しですねで付けてます。なのでまあそういった意味でも感度がいいのはロランスだと思うんですけれども、まあお魚の反応はそこで見えたなというところで、じゃあ次はどのくらいのスピードまで反応を取ってくれるかっていうのをやっていこうかなと思います。さあ、じゃあ何もない、安全海域安全方向に頭を振ってですね、まずはデッドスローですね、スピードが今 2.3 ノット、これ魚礁っぽいものが出てきましたね。こういう反応、こういう反応、こういう反応、解像度がねやっぱり高いですよね。ここのこれ藻が立ったものが波に煽られてこういう風な形で藻がなびいてるんだと思うんですけど、こちらで見ると、まあ、そこまでは分かんないですよね。魚礁なのかどうなのかっていうのは分かんない。これが魚の反応っぽいんですよ、こいつ、ロランスで見るとくっきり魚だって分かりますよね。ここのボトムのこいつも魚ですね、出てきましたね、3ノット弱ですね、 2.8 ノットぐらいでこれくらいの見え方をしてますね。まだ3社とも綺麗に反応は取ってます。じゃあ徐々にスピード上げていきましょう。はい、今でだいたい4ノットから5ノットぐらいの、スピードになってます。まあ魚を探していくんだったらこれくらいで探すだろうなというスピードなんですけれども、まだ3社ともですね、信号は拾ってます。でちょっとスピード出すとノイズがですね綺麗にノイズゲートで落とされて、反応見やすくなってますね。ただ魚だって断定できるのはこの1匹でしょう。ここに出てる1匹だと思いますが、ロランス側で確認すると1,2,3,4,5 匹か6匹ぐらい中層で浮いてますね。5ノットでこれぐらいだから、ポイントについて魚礁を当てるとか魚いるかないないかなって反応を見るんだったらこれくらいの速度で行くと思うんですけど、まあこれくらいのスピードであれば3社ともですね、振るのも綺麗に反応拾ってますね。で水深もどれも19m で 18.7 とか 19m 近くなので、どれも綺麗には探ってますね。これで今だいたい8ノットぐらい、7ノットちょっとですね。でコンデックスは余裕で綺麗な反応を返してくれてますね。こういったボトムの盛り上がりだったり、この魚の反応っていうのを返してくれてますね。ただ、ロランス側がちょっと厳しくなってきました。こういったところ、ここでスピードが変化してるんですけど、ちょっと厳しいかもしれないっていう反応を見せてます。で振るのはちょっと今回は場外かもしれないですね。ただまだ3社反応は見えてます。はい、今これで、10ノット強、11ノットぐらいですね。まあポイントに近づいてくるとこれくらいの速度で、絞り込んでいかれる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、この辺になるとですねちょっとロランスが危ういかな。あ、でもこのイワシの反応ですね、こういう魚群の反応は取ってますね。ロランスも取ってる、振るのも50キロでかろうして取ってますね。3社とも取れてます。だからまだまだ使える。はい、これでだいたい16、17ノットぐらい、まあのんびり走る分には全然これくらいで走られる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。18ノットですね。はい、反応出ました。ここ、
コンベックス綺麗に撮ってます。フルのかろうじて撮れてます。ロランスノイズとちょっと紛れて分かりにくいけどかろうじて撮れてる。ただちょっともうローランスが厳しくなってきましたね。はい、今でだいたい20ノット、21ノット、まあスピードが乗ってくると23ノットぐらいいくでしょう。で、これがだいたい私のですね、巡航、ちょっと早めの巡航速度なんですけど、回転数で言うと4000回転ですね。23ノット近辺を使ってます。フォンデックス、まあノイズが若干乗ってますけど、実用的というか、まだ使えます。で、フルノも使えます。ただローランスですね、チャープになると少し反応がですね、もうボトムのラインを読むのがいっぱいいっぱいでノイズが浮いちゃってますね。これでですね、魚を探すというのはちょっと厳しいかもしれない。ただまあちゃんと測りはしてますね、3社ともね。じゃあちょっとカキイカダの中に入れていきましょう。カキイカダ手前でですね、なんか魚群が映りましたね。なんかわかんないけど映ったけど、ローランスは出てないですね、その魚群が。これおそらくこの反応っぽいんだけど、ノイズなのか判別は効かないっすね。ただ速度を落としてあげたら、このボトムの反応が強くなってますね。トランスデューサーの取り付け方にかなり依存はするんですけど、トランサムに貼り付けた状態で言えばローランスの実用域は10ノット未満っていうところになるんじゃないかと思います。で、今 3.6、3.2 ノットで、魚群出ましたね。はい、フォンデックス綺麗に魚群を抑えてます。フルノもこれはもうはっきり魚群って分かるのを抑えてます。ローランスも抑えましたね。大事なのはこの魚群の下に魚がついてるだとか、魚群が割れてるかどうかっていうのを見ていくんです。私の場合これが多分魚かな、フィッシュイーターだと思うんですけど、これがねこいつだろうな、これもフィッシュイーターでしょうね。あ、これ面白いですね。 200kHz 完全に切れてますね。フルのも切れてますね。だけど実際はこういう風に魚群が一回谷になってる。これ魚ついてますね。これ釣れる反応かな多分。あ、で今船がですね、引き波で結構揺れるんですけど、揺れた時にローランスこういう反応になっちゃうんですね。縦線にビャーって割れた反応ですね。ちょっとこれがね使いにくいというか、まあしょうがないんですけどね、トランスデューサーの取り付け方がもう、ですね、カキイカダがそこに1個あるんですけど、そのロープをねちょっと見に行きましょうか。ロープがどんな反応が出るか、まあ、ちなみにですね、魚出てきましたね。で、カキイカダのロープなんですけれども、こんな感じで映ります。あのロープですね、このロープ、このロープを今映してます。こんな感じで、まあ映るけど弱いっすよね、弱めの反応。チャープだとねすごいくっきり分かります。で、ロープの際こういうところに魚がついてるよっていうのも綺麗に見えてますね。ロープの下に潜んでますね、魚が2匹ぐらい。これだとロープの下にモヤモヤっとなんか藻っぽいのがあるよねっていう程度で見えるんで、で、ボトムここなんかあるねっていう反応ですけど、チャープ側で見るとこういう反応ですね、魚だなーっていうのが読めますね。で、今これが多分魚で、これも魚ですね。これとこれが魚で、ここ中層に出てるこれが魚ですね。で、こちら側で見ると綺麗にも魚の形が出てますね。こんな感じになってますね。フォンデックスさん今日入れてるのはパルスの従来機を入れてるんですけど、これ、まあ、今開発されて新発売になってる、HDX12C とか 10C って言われるホンデックスチャープと、こちらのチャープっていうのをガチンコ比較したら面白いんだろうな。まあ、ちょっとパルス対チャープなんで当然チャープの方が見やすいよねってなっちゃうとは思うので、この結果が出てるからじゃあローランスだけがいいのか、
コンデックス振るのがダメなのかっていうと、そうではないということはきちっとご理解いただけたらなと思います。そもそもが違うんですよ、アメリカ人と日本人くらい の違いがあって、そもそも違うんです。チャープで出せるとパルスで出るっていう違いがあるんで、そういったものがあります。さあ、ということでですね、今回は、3社魚探の反応をガチンコで比較してみるっていう動画を撮ってみました。まあ、さっきも動画の中で言ったように、パルス対チャープっていうところでもうそもそも違いが大きいんです。チャープの方が当然解像度が高くて、くっきり綺麗に映るっていうのはもうこれはしょうがないこと。鉛筆とボールペンぐらいの違いがあるんですよ。ボールペンの方が当然くっきり綺麗に書けるじゃないですか。だけど、たまにインクが詰まったりして書きにくくなるボールペンと、まあ、芯が折れない限りほぼほぼ確実に水の中でも書けるっていうのが鉛筆のいいところみたいな、そんな感覚でいていただければいいと思います。どっちがいいどっちが悪いじゃなくて、もうそういう性質なんです。使ってみて面白かったのが、今まで僕の船はですね、ホンデックスのパルスとフルノのパルス、この2つしかなかったんですね。なので特にマダイなんかを狙う時っていうのは魚探に反応がなくっても釣れる時もある、まあ、なぜならば、今日見ていただいた通り、チャープで見たら反応出てるんだけどパルスで見たら反応出てないじゃんっていうことが往々にしてあるんですね。それはもう音波を発信して帰ってきた、それを画像処理するチューニングの部分だと思うんです。なんですけど、今回チャープをですね導入してみて思ったのが、チャープの中に反応が出なかったら魚ほぼ釣れません、ほぼほぼ釣れません。ホンデックスで、魚探かけて魚いないな出てないなって思っても、チャープで見たらあいるじゃんっていうのは結構ありましたね。今度ですね、きちっとチャープ対チャープでやりたいんだけど、そろそろねローランスさんデモ機返さなきゃいけない時期になっちゃってるので、よかったらアウトブレイクさんサポートお願いします。ということで、はい、どの魚探がいい、どの魚探が悪いっていうものではなくって、こういう結果、こういう差が出ましたよという事実だけをお伝えします。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。あ、また反応出たよ、これ。これ、波でちょうど揺れたけど、これ、魚だと思います。